より小さい大相撲11月場所、千秋楽26日、福岡、福岡国際センター。重量筆頭、ことかつみね、佐渡ヶ岳、が重量優勝決定戦で重量5枚目、大の里、二所の関、を上手投げで下して重量優勝を決めた一番。土俵際の激しい攻防に巻き込まれる直前、行事が危機回避で土俵から大ジャンプ。一時画面から消える陳が発生し、 ファンの注目を集めた。映像、行事が消えた、土俵際で大ジャンプの瞬間。12勝3敗同士で優勝決定戦を迎えた両者。立ち合い左上手を引いた大の里に対して、同じく左回しを引き、右も差して大の里をがっしり受け止めたこと勝峰。この形を嫌ったか、左を巻き替えてこと勝峰の右を切った大の里だったが、 次の瞬間、金勝峰が強烈な左からの上手投げで大の里を振り回した。土俵際、完全に体が飛んだ大の里の先には行事がおり、あわや衝突の危険な場面。ここで行事がぴょんと土俵の外に大ジャンプを披露して画面上から姿を消した。しばらくすると、何も起こらなかったかのような涼しい表情を浮かべ、こと勝峰に軍配を上げた状態で行事が再登場。 アベマの視聴者からは、行事が消えた、行事どこ行った。よく逃げた W、危なかった、行事さんもお疲れ様、といった反響が多数寄せられた。この一番で帰り入幕を決めたことかつみね。一方で敗れた大の里だが、重量に場所目で昭和以降3位体のスピード新入幕を確実のものとした。アベマ大相撲チャンネル。